ニコラ・フラメル・ニコラ・フラメル、または、ニコラス・フラメルは、フランスの出版業者。錬金術にも関係し、金属編成や、賢者の石の製造に成功したという伝説がある。多数の錬金術書の著者であるとされ、フラメルが1407年に、パリに建てた家は、現在も、パリで最も古い建物として残されている。フラメルは、異国人から、ギリシャ語と、 ヘブライ語で書かれた、アブラハムの書なる、カバラの秘宝書を得ていたとされている。彼は1379年、この秘宝書の内容を解読するため、スペインのサンティアゴでコンポステーラへの巡礼に赴き、アンダルシアの大学で、ユダヤ人の死の監守に学んでこの秘宝書に書かれた、奥義を獲得した。21年間かけて、監守とカバラの秘宝書をほとんど解読した。 時間主が死亡した。スペインから帰国後は、旅の間に得た、錬金術の技術によって、財をなし、教会や病院、礼拝堂などへの多くの援助を行った。こうした寄進や事前授業の記録など、フラメルの実在を証明する、文献資料が、現在も残されている。フラメルが、パリの三次の三墓地に寄進したアーケードに、彫刻されている。 錬金術のグイズは後世にも頻繁に引用されるなど、彼の著作は古典として多くの錬金術師に尊重されていた。賢者の石の製造により不死となったという伝説も残されている。フラメルの妻、ペレネレも夫と共に錬金術作業を行ったことで知られる。中世以降の欧州で錬金術作業に女性が関わることは稀であったことから、 フラメル夫人は、ケウナ霊とされている。パリ市内の三次の三墓地に寄進した、錬金術のグイズ蒸気のような錬金術師としての、フラメル像は主に、小景グイズの書の記載に基づき、このような伝説や、フラメルが記したとされる、錬金術書は17世紀から18世紀にかけて、広く伝えられるようになった。 しかし、後年の研究により、小景愚イズの書をはじめとする、錬金術書は、17世紀以降に作成された儀書で、あるという説が提起され、近年では、多くの検証の結果、パリに実在した出版業者フラメルが、錬金術に関わっていたという証拠はないという、見解が評価を得ている。最も初期に、フラメル錬金術師伝説への疑義を示したのは18世紀。 サンジャック・ドラ・ブーシュリ教会のビラン州同士で、1761年に、ニコラ・フラメルについての批判的評伝を出版している。ビラン氏は、教会等に残された、フラメルの記録等から、昇景グー・イズの書の記載は実在のフラメルによる、記述の特徴を備えておらず、記述内容も、実在のフラメルの時代に合わないといった点を指摘した。しかしビラン氏は、 錬金術に批判的な立場からこの説を主張したため、アビニオンのヘルメス哲学者、ドンペルネティ等の間で、激しい論争となった。近年のいくつかの研究は、フラメルの残した、記録等と、筆跡、文体等について客観的な比較検討を行った。結果、ビラン氏と同様に、ショーケイグーイズの書は、後年の別人の著作であるという結論を示している。また、 小慶ケイ,グーイズの書は、元は、ラテン語で記載されていた著作をフランス語訳して、出版したということになっているが、ラテン語の原本が見つかっていない点も、偽書説の根拠となっている。ハリー・ポッターと賢者の一子の文中には665歳として、名前だけ登場する。アルバス・ダンブル・ドアの共同研究者という設定である。後に、同作品の、 約65年前の世界である、ファンタスティック、ビーストと黒い魔法使いの誕生において、本格的に登場する。アルケミスト、錬金術師ニコラ・フラメルには、準主役として登場する。夫人のペレネルも重要な役割を担っている。総甲悪鬼村正には、南北朝時代の日本に流れ着いた偉人の指揮者、裏夢として登場する。劇中詩に貧するが、 その際に本名を明かした。ありがとうございます。